キャンディデッチャスデスサールフォーレトイズオーダックスビーターとは、フィルミクテスモンペプトコッカスカに属する新生細菌の一種で、ある。新生細菌のゲノムに古細菌のゲノムが、組み込まれていること、生息場所の生態系が、この一種のみで構成されており、他の生物から完全に独立した状態で、生存できることを特徴としている。D オーダックスビーターは、2008年にディランチビアン、らによって、 南アフリカ共和国にある金鉱山の一つである、ムポネン鉱山の地下 2.8km にある地下水中で発見された。実は2006年に LI ハングリンダによって別の鉱山から発見されていたが、この時にはゲノムが解読されておらず、発見が確定していなかった。地下深くという暗闇に加え、摂氏60度の高温、pH9.3 のアルカリ、極度の貧酸素、 品栄養環境に適応している極限環境微生物である。d o d a x ーのエネルギー源は周辺に存在する岩石や液体に含まれる以下の無機物を体内に取り込みエネルギー源としたり有機物を合成する元としている。これらの無機物は鉱物同士の化学反応や放射線による物理的な作用で生じており、生物は一切関与していない。 d オーダックスビーターの栄養源は先日の通り、すべてが無機的に生成した無機物である。また、地下に生息しているため当然ながら光合成に頼っていない。このため栄養的分類では d オーダックスビーターは化学合成無機独立栄養生物に属する。自力で窒素固定を行ったり、硫酸イオンを還元する能力は通常は古細菌に、 見られるものであるが、d o d a x b e t ーは、新生細菌に分類される。ゲノム解析を行った結果、d o d a x b e t ーは個細菌の遺伝子を持っていることが分かった。これは、遺伝子の水平電波によって d o d a x b e t ーが個細菌の遺伝子を獲得したためと推定されている。また、同じく個細菌から獲得した遺伝子の中には、 d o d a x v e ーター固有の自己防衛システムがある。これによって d o d a x v e ーターは極度の乾燥、熱、飢餓、化学攻撃から DNA と RNA を保護している。逆に酸素に耐性を持つ機構の遺伝子は持っていない。d o d a x v e ーターのゲノムサイズは2349,476円機体であり、オープンリーディングフレームは2,157である。 このような極限環境に生息する生物の多くは、非栄養化の環境において、エネルギー消費を省くために、このことを考慮すると、D-ODAX ビーターの ORF は大きい。これは先日の通り、古細菌の遺伝子を持っているためである。D-ODAX ビーターは、数マイクロメートルの棒状の形状をしており、これが学名の由来にもなっている。他の細菌と同じく弁網を持っており、 これを使って水中を泳ぐことができる。d オーダックスビーターの生息場所は他の生物や生態系とは完全に孤立している。d オーダックスビーターの生息域は数百万年間酸素に触れていないと考えられている。チビアンらは無ポネン鉱山の岩石の割れ目に存在する5600リットルもの地下水をフィルターにかけて d オーダックスビーターを集めたが、 地下水から得られる生物由来の DNA を分析するとその99.9%以上が D-ODAX ビーターのものであった。わずかながら検出される他の細菌の DNA は資料の取り出しを行った鉱山及び分析を行った実験室におけるコンタミネーションであると推測されている。普通の生態系では最大限に一つの種が優先していても 全生物の70%から80%を占めると考えられているため、これは異常な割合である。したがって D. オーダックスビーターの生息場所は D. オーダックスビーターのみしか生息しておらず、一種のみで生態系が完結していると考えられている。このような生態系の発見は初めてである。生態系を一種のみで維持できるのは D. オーダックスビーターが 新生細菌と古細菌の両方の遺伝子を持ち、通常の生態系における新生細菌と古細菌の役割分担を両方兼任できるためである。このような完結している生態系を持つため、生物が本来生息している天体以外の天体で生存、繁殖し、生息範囲を広げることができるかどうかを考察する上で、モデル生物として使われる可能性がある。 D. オーダックスビーターは、火星やエンケラドゥスに生息できる、可能性がある。デッサルフォレトイズ・オーダックスビーターの学名は、デッサルフォレトイズは、棒状の形状と、異様から、オーダックスビーターは、ジュール・ベルヌの小説、指定旅行に登場する、ルーン文字で書かれた、暗号文を、ラテン語に解読した際に登場する語である、大胆な旅行者に由来する。のような最終状態のため、 d ーダックスビーターを取り出すことには苦労しないと推定されるが、分離培養には成功しておらず、暫定的な学名になっている。学名の前には暫定的な地位にあることを示すキャンディディチャスが付けられており、本来はイタリック体で表記される学名が立体になっている。ありがとうございます。